月岡義都新型36回戦より、藤原佐方の終身鈴となるの図、鳥山石燕今尺がと俗百鬼より、樹大鈴芽樹大鈴または、実方鈴とは、平安時代の歌人である、藤原佐方の伝承にある会長。藤原佐方は一条天皇の自身でもある名高い、歌人だったが、藤原皇勢に陰口を叩かれたために、 現状で皇税と抗論になり、皇税の冠を奪って投げ捨てるという失態を演じたため、京都から道の区国へ左遷させられた。当時の道の区は陸の孤島と,とも言うべき土地で、実方はこの仕打ちへの恨みと京都への思いを募らせつつ、失意のうちに道の区で没死した。京都には実方の訃報が届くと同時に奇妙な噂が流れ始めた。毎朝、 京都の代理の清涼殿へ一羽のスズメが入り込み、大盤の飯を追番であっという間に平らげてしまうというのである。人々はこれを、京に帰りたい一心の実方の怨念が、スズメと化した、もしくは実方の霊がスズメについたと言って、代理に侵入するスズメであることから、樹大ズメ、または実方スズメと呼んだ。またこのスズメは、農作物を食い荒らしたともいい、人々はこれを、 実方の怨霊の仕業と言って、大いに恐れたという。同じ頃に、藤原家の大学別荘である、官学院でも異変があった。官学院の住職、官知商人の夢の中に、スズメが現れ、自らを稽古意さに、スズメと化してやってきた実方だと名乗り、自分のために図教するようにと告げたのである。翌朝に、の林で一羽のスズメの死骸を見つけた商人は、 実方の変わり果てた姿に違いないと考え、霊を弔うために使うを築いた。後に、管学院は森豊山更鈴芽寺と解明し、現在では京都の左京区に場所を移している。火災が続いたこともあって規模は次第に縮小化され、元の管学院の面影は薄れつつあるが、前述の塚は鈴芽塚と呼ばれて現存しており、現在でも なお、実方のための供養が続けられている。一定の時期に来訪する鳥や昆虫は、人間の霊魂と同一視されることが多く、実在する乳内スズメは、夏季に東北地方で繁殖し、周期に全国に渡来して、農作物に被害をもたらすことから、これが東北に左遷された実方の化身だと想像されたとの説もある。ありがとうございます。